大分県の場合は書写教育が非常に戦後ですね盛んで、今日まで、非常に各 県内ですね、どの市町村もほぼ全員の子どもたちがこの書写教育に非常に熱心に取り組んでくださっています。でその中で、学校教育の中での学校書写書道展というのがですね、毎年ここの会場で展示しているわけです。それも県内から、3万点というようなすごい点数が集まるぐらい盛況です。数もいいし、それから作品の質も高いですね。そういうのを我々が運営した中で、保護者の方とかいろんな方からこんなに上手に子どもが本当に書けるんかな、嘘やろうというふうなですね、そういうふうな声が届いたんです。そういうのを我々は耳にしたときに、子どもたちの本当の底力を見せてあげようと、大分県の子どもたちってのはすごいんだよということをですね、それを、なんか見せる機会がないかなということで始めたのがチャンピオン大会です。やっぱり先人の昭和23年4年ですか、その頃からすでにですね長い長い伝統がありますので、その上に我々乗っかかって、今日のさまざまな教育課題がたくさんありますけれども、そういう中においてやっぱりこの文字を正しく整えて書くということはやっぱり将来にわたってもですね、決して侮れないと思ってますので、そういうものを大切しながらこの延長線上に位置づけてますので、全国どこに出してもですね恥ずかしくない、点数であるし作品の、内容じゃないかなと思います。この文字を正しく書くというのは喋、ったり読んだり、さまざまな相手とコミュニケーションを取るための一つの手段ですので、そのことがしっかり身についておくことが将来にわたってですねやっぱり豊かな暮らしをできると思いますので、そういう部分ではこの文字を正しくというどういうことが正しいのかということを常々我々もそれを点検しながら子どもたちとキャッチボールしてますね。だからここにある作品も課題がいろいろありますけれども、必ずどういうふうに書くことがその正しいということで結果としてきれいなね文字になるのかと、これは僕は今に問われているただ上手とかじゃなくて学力という面から見たときにこれは侮れないと思ってます。このチャンピオン大会の場合が合宿体で課題を提示するんですね。学校の場合は教科書体ということで手書き文字に近い活字を使っています。そのように書けば大体きれいな字ができるというヒントがあるわけですけれども、我々はあえて合宿体を使っている。そうすると合宿体の場合はデザイン文字ですからほぼ正方形になります。その正方形の文字だけでは手書きの文字はないわけですね。ある時には縦長になったり、ある時には三角になったり反対三角になったりとか、そういう手書き文字独有の固有の形があるわけですね。そういう形を、与えられた真四角の合宿体から自分で考えて書かなきゃいけないと。そして手書きには必ず収筆といいますけれども、いわゆる止め跳ね払いというのが必ず文字にあります。それを正確に書かないと間違った文字になってしまいますね。だからそういう部分も判断しないといけないということで、この課題をですねその場で提示をして、そしてそれを手書きに書いてもらうというかなりハードルは高いですけども、それを見事にですねこの大分県の児童生徒はですねきちっとそれをね克服してですね、きれいな字にこうやって書いてくれてますね。結果としてですねきれいな字が正しく整った文字ができたとしても、いわゆる一般的にお手本があってそれを真似をして書いたというふうなことが結構多いわけですね。それは本当の子どもの力じゃないと思ってますので、他の教科と肩を並べることはできません。つまり子どもが本当の力でですね自分が身につけたものを生かしたかどうかというのが一番大事であって、それを我々は求めているわけで、
一般の人から考えたら本当にハードル高そうですけども、ここにあの作品がですねたくさんありますけども、この作品を見ても分かるように、これは今年の場合は特にですね、このコロナの関係で、お家で描かれたり塾で描かれたりですね、いろんなことあったと思いますけども、従来は約2000人近い子どもたちが一堂に会してですね、そしてそこで、与えられた10分前に与えられた課題をその場で即興で描くと、しかも1時間という限られた時間、そして与えられた枚用紙は5枚であると、しかも自分で選ばないといけないと、全てが人に耐えられないというような部分で大会を行ってますので、今回ちょっと残念ですけども、それでもこの作品を見た時に、これは指導者の力が入ったんじゃなくて、やっぱこのチャンピオン大会の理念をですねしっかりそれぞれのお子さんがですね理解されて書かれた作品だなということが25年間やってみて実感として、手応えとして感じます。これこそ大分県の底力学力だと思いますね。基礎基本とかよく言われますけれども、文字を正しく書くというその基礎基本がありますので、それを学年に応じてですね学習して身につけておけば、必ずやこの義務教育を終えた後ですね、いわゆる本当の書道の世界ですね羽ばたける、あるいは書道しなくても自分の書いてる文字を大事にするという、そういう子どもがですねできてくるんじゃないかなと思って、それを大いに期待します。今年で全国大会に、広げてですね、3回になりました。というのは国民文化祭ですね、いわゆるそれに我々としても参加したくってさせていただきました。人数は50名ぐらいの子どもで、全体としては3000名の子どもが参加したんですけども、大分県が呼びかけて全国という名前を使って、少なくとも九州間、それから四国、中国からも参加して、実際に席上記号しました。この動きが全国に広がっていって、さらにこの書道書写文化ですか、これが広がっていったらいいなというのが一つの思いですね。これは来年も続けていきたいと思いますね。それからここにも展示してますように、特別支援学校の児童生徒の作品を協賛してます。いろんな体にハンディを持たれて頑張っている子どもたちの作品がですね、この作品展をさらに豊かなものにしてくれてますので、我々この NPO の健少年の団体としても、特別支援学校に出かけて一緒に文字を書く授業をしてます。そういう社会に対しての活動の一コマの結果としてですけれども、これをもっと広げていってですね、いろんな子どもが文字を書くと喜びを感じてですねしていただくこと、そしてさらには取り巻いているこの大人の人たちの作品がありますね。こういう方々が、これも書道と専門的にやっている方もいらっしゃるし、本当始めた方も初めて経験の少ない方もいらっしゃる、いずれにしても自分の暮らしの中において文字を書くことを一つの拠り所として自分を大切にしてですね、豊かな暮らしをしている手段だと思いますので、やっぱりこの書道という日本の伝統文化、これをやっぱり大人の人にも感受していただきたい、いろんな思いがたくさんたくさんありますので、皆さんのいろんな声を聞きながらですね、我々としてどんなことができるのかなと、せっかくこういう素晴らしい美術館がありますので、ここを中心にですね発信していけたらいいなと思います。小学校1年生から中学校3年生まで参加資格がありますですね。で、小学校1年生の子どもいわゆる学校に義務教育入っていろいろ初めて自分のことがどうにかこうにかできるようになった子どもたちが、あの会場で数の中にですね飲まれて、そこで自分を奮い立たせるという、これ自体が今の学校現場とか家庭の中、あるいは社会の中でなかなか見受けられないことです。そういう部分で、チャンピオン大会に出てよかったという、ぜひ出させたいという声がたくさん届いています。
決してその子たちが技術的に高いとは限りませんけれども、この経験はきっと役立つからという、そういう声がたくさん届いてますので、まあ、この大会はそういう部分で子どもたちをですね、非常にこう自立させる一つの力にもなってるなということで、我々が単なるその書の技術だけじゃなくてですね、そういう人間力の力をですね、ここでまた身につけさせるということは非常に我々にとってあれ嬉しいことですので、この辺も十分考えながらですね、一人でも多くの子どもたちに自分の力が無限にあるというね、そういうことを感じ取ることができるような場でもありますので、大分県の子どもたち含めて県外の人たちもたくさん応募していただけたら嬉しいなと思います。